さん演じるさつきの恋人ひとを演じられました宮沢ひよさんですえ皆さんこんばんは宮沢ひよです、えー、今日は雨が降っている中皆さんお越しいただいて本当にありがとうございます、えー、去年の12月に撮影して、えー、いよいよ9月10日に皆さんに、えー、この作品をお届けできるということをとても嬉しく思っております、えー、今日は短い時間ではありますけども、えー、僕たちでいろいろ撮影 のお話とかいろいろこうできたらいいなというふうに思っておりますのでえ皆さんどうかえよろしくお願いしますありがとうございました作品で描かれている奇跡的な出会いに関連して皆さんに質問です皆さんにとって忘れられない出会いぜひお伺いしたいと思います忘れられない出会いえー、っと。 僕、舞台でえっと3度共演したえっと大鶴くん君っていう俳優がいるんですけど僕の年齢は1個上なんですけどもう同い年くらいな中でお互いタメ口なんですけどあのその人がいるから今この自分がいるなと思うし舞台やりたいなと思うきっかけになった人でもあるんですけどその初めて会った日がもう印象的すぎて。 新宿村スタジオっていう稽古場があるんですけどそこでえっと本読みとかやる前に1回あの若手メンバーでリハーサルをしようみたいな感じでで,でもその作品って若手って僕とサスケくんくらいしかいなくてであとはまあえっと30代後半40代の方がいてで一応そこまでが若手っていう感じでリハーサルさせてもらったんですけどもあの新宿村スタジオの入り口になんかすっごいダボッダボの古着に真っ赤な靴下に。 サングラスしてオールバックのなんかすっごい怪しい人がいてでうわこの人と絶対仲良くなれないみたいな気持ち悪いなぁと思う感じで <laughs> なんかもうすごいなんか異様な空気感が漂っててでマネージャーさんがあ彼が大鶴佐助くんですみたいなどうしようみたいなこの人とうまくやっていけるかなと思ったんですけどあのもう稽古初日からもうすごく仲良くなっちゃって。 だから本当に人は見かけに劣らないんだなっていうのをその時に改めて知ったというか、うん、それが僕にとっての忘れられない出会いですかね。はい。じゃ今でも仲良しでいらっしゃいますね。はい。しょっちゅううちに遊びに行きます。